山の方から都会の方を見ると人が住みやすいところに町ができている、戦争なりあと地震なりがあったにしろど真ん中に、まあ、その皇居みたいなものがあって、でそれを中心に何重ものこう輪ができて、複雑な地形と川と放射線状に伸びていく鉄道、まあ、そういったものを見ていくと都市の構造だけは変わらずに都市の構成物だけがどんどん変わっていった。なんとなくやっぱり今でもその都市の構造っていうのは昔から変わらずに残ってるっていうのはあるかもしれないですね。自分の中では世の中にある最も自由な乗り物だと思っているので、ものすごくこう象徴的なものなんですよね、自転車。だからすごいそういう意味ではすごく大切なものであることは間違いない。ロードバイクの乗り方そのものもちょっと変わってきたような気がしていて、レースを中心とした何かこうアスリートのやるスポーツみたいなところから自由ななんか自転車との接し方みたいなのが結構大きく変わったような気がして、自分で体験してみたいと思った。その頃は結構大きいなんか変わり目だったような気がしますね。ロードレースよりは何か全然違うアメリカの自由な考え方みたいなものに惹かれたのと一緒で、まあ、僕らもそのどちらかというとそういう伝統的なルールに縛られたデザインの世界というよりも何かやっぱりちょっと違うところからこの仕事をやっているような自覚はあるかもしれないですね。夕暮れ時とかは空も変わって、そして家の照明もつき始めて、生活の道をこう通っていくわけなので、まあ、それぞれの家からいろんな夕食の香りがしたり、仕事から帰ってくる人が向こうから歩いてきたりとか、場面展開っていうかいろんなその刺激の多い時間だったりするので、なんかそういうところを自転車にこう抜けていくことで自分が雰囲気もこうリセットされて、ちょっとですね違うとこ行ってみよう、今日はあれを食べに行こうとか、街がぐちゃぐちゃだからこそその中に面白いポイントが実際あったりする。でそういうところに何かこう突然出会ったりする、その自分で発見できるそういう面白さが結構東京にあるような気がします。